ちょっとびっくりしたよね。心臓止まるかと思ったよね。武田氏のために集めたって、うわー来たかみたいになるよね。いや、だからね、産経新聞はまだ良心的なのよ。実際には渡してないって書いてくれてるから。これ書いてない記事もあんのよ。よその新聞で。書けよ、そこって話。絶対それ読んだやつも武田は黒だと思うよね。だって、高橋氏が武田のためにこんな集めたって言い始めたら、うわ、絶対黒だ。書きなさい。渡してないって言ってんだから、書けよ、そこを。そこ書かないってことはすごい悪意があるよね。こうやってフェイクニュースが作られるんですよ。だって事実しか書いてないもんって言うけども、でも実際嘘とこう書いてるのと一緒ですからね。だから報道しない自由ですよ。この一文だけは書かねえってわけでしょ。ひでえよな、メディアっていうのはほんとひどいよ。そうね、テレビでも言ってなかったよね。そう、切り取り切り取り、ほんと切り取りだよ。そもそもだってニュース性ないでしょ。武田のために集めたって渡しませんでしたって、でもそれ自体も全然ニュース性ないじゃん。なんかイベントやるから金出せやって言ってイベント行われませんでしたってんだったら別にそれでいいけど、いや武田のために集めた云々って、それ報道すること自体が悪意があるよね。報道するんだったら産経新聞前に渡してませんでしたまで書かないと。ひどいよね。本当日本のメディアってもうわざとね、捏造しますからね。いや、これ本当捏造ですよ。ひどいもんですよ。本当に悪いことしてる人をね、ちゃんとねフォーカスしてほしいよね。